イギリス政府は新型コロナウイルス対策で原則禁止としてきた海外旅行について、一部地域の住民を対象に17日、解禁します。 解禁にあたりイギリス政府は国や地域を感染やワクチン接種の状況に応じて緑、黄、赤に色分けしオーストラリアなどを旅行から戻った際に隔離措置が不要な緑に指定しました日本は感染リスクが中程度の黄色に入り帰国時には原則として10日間の隔離が必要となります感染リスクが高いとされる赤にはインドなどが指定され 自己負担で隔離用のホテルに滞在することが義務付けられます。今回の解禁措置はロンドンを含むイングランド地方の住民が対象です。